きましたが、小林さん、やはり投手としての一つの勲章でもある2桁勝利ですね。そうですよね。もう本当に先発ピッチャーが何を目標にしているかというと、ただまず10勝すること。そうですね、はい、あっと梅の当たりはレフトストレート待っていたか、叩き込んでいった。初球ストレート、この梅野が弾き返していきました。13試合ぶりの第3号ホームラン、貴重な追加点。3試合連続対巨人戦、完封勝利を目指している伊藤将司を援護するキャッチャー梅野のホームラン。いやー、赤星さん、この阪神打線はおそらく戸郷に対して的を絞ってある程度早いカウントでは狙いを絞っているだろうという話がありましたが、はい、そうですね、まあ、今のも確実にストレートを待ってたと思うんですね。そうですか、まあ、そこに投げ込んでしまったという感じはあると思うんですけど、はい、あとやっぱ高かったですよね、今のはね。高さがそうですね、うん、いや先制点もそうでしたが、この3回の梅野のフォアボールから点が入りまして、はい、入らせるきっかけになっていますね。そうですね、まあ